AI で書く4コマ漫画疑使話人伝。作者は、理系で、歴史は、専門外ですその点をご容赦ください。画力がないため AI で作画しております。一部、事実と異なる点がありますのでご容赦ください。チャット GPT で文章を作成していますこのため、誤った解説もあるかもしれません。疑使話人伝、疑使話人伝は、 中国の歴史書、三国史中の義書第三十巻です。三国史は、精神の鎮守により三世紀末に書かれ、鎮守の死後、中国では、聖守としておもんじられました。当時の和国、和国は男子を王としてきたが、長期間にわたる、和国大乱という騒乱が起こった。そこで、卑弥呼という女子を王として、共和国とすることによって、ようやく混乱は収束した。 男子は、大小の区別なく、皆顔や体に入れ墨をする。和の地は温暖で、冬も夏も、生野菜を食べる。皆、裸足でいる。卑弥呼について卑弥呼は、軌道で人を支配した。年長で独身。弟が国政を補佐した。人と会うことは少なかった。たった一人の男子が出入りして、飲食の給仕や、伝言の取り継ぎをした。 城の柵は常に兵士が主演していた。卑弥呼は238年以降、義に使者を送り、皇帝から、新義和王に任じられた。卑弥呼の死後、卑弥呼の死によって大きな塚が作られた。殉死したヌヒは104人。男の王を立てたが統治できず互いに殺し合った。卑弥呼の後継者のイオという年十三の者を立てて、王とすると、国内が平定された。